まあ、レフリーは当然何名かで審査するわけですけども、もしそういう指摘があれば、こう返さなきゃいけないんですね、こう出す方としては。違いますよと、こういう実証、データがあるんで違いますよと、返さなきゃいけないんですけど、返せてなかったというのはちょっとこうどうだったのかなと、そういう印象を持ちますね。で、ここで笹井さんが論文